産婦人科の救急電話相談っていうのをやっています。で、その内容っていうのはどういうことかと言いますと、あの一般の相談と。 救急隊かかららのの搬搬送送要請、病院からの搬送要請まあ警察もあるんですけれどもそういうところの状況を聞いて緊急性があるかないかまたどういうあの疾病の可能性があるのかといったところを判断して特に一般の方に関しては緊急性がない場合は明日の地震を鑑賞してでもし緊急性があった場合に関しては二次休三次休の病院を決めてるんですよね。ということで何ができるようになったかというと。 一般の方たちがこちらに来た時電話をした時に安心感を与えるまたは夜間もし緊急性がない場合はどう対応したらいいのかっていうこととあとはあの搬送が必要な時にその時に最適な病院がどこであるかといったところを私たちが対応しているでまた救急隊や病院に関しては実際にあのここに1本電話をしてもらえればここで状況を確認して病院の方を決めてこちらに電話すれば 次に来る電話っていうのは、どこに向かってくださいっていう電話なんですよね。そういうところで。じ、じっと病院の搬送の効率化を図れている。医師の負担軽減にもつながるっていうふうな事業をやっているのがメインの事業です。<music> 今のところは、あの自治体や、あとは、あの、それこそ。 あの交換庁のプロジェクトに対するものであったりっていうのがほとんどメインなんですけれども今もう3年以上やっていましてどんどんノウハウは蓄積されている中でやはり今後は民間に還元していこうっていうことで今住宅メーカーや旅行代理店さん保険会社または海外向けなどでいろいろな部分で今民間に落とすビジネスモデルっていうのを皆さんで考えてやっている状況です。 私たちはでテレフォントリアージと普通の相談の違いでは何かっていうと相談対応に関しては本人がいろいろ情報をくれるんですよそれに対して私たちは情報を提供するでその中で決めるのは本人本人がどう行動したいのかって決めるのが普通の医療の電話相談でトリアージってなるとどうなるのかって言ったら本人のその症状を聞いた中でそっから どういう可能性があるのかっていうのを医療者が引き出すんですよ。あの主体が全然違うんですよ。日本でもたくさんの医療の電話相談っていうのはいっぱいあるんですけれども、民間でやっているのはうちの会社が日本で唯一一個です。で、また別な観点からいきますと、私たちは 緊急性の判断をして、しかも搬送までやっているっていうのは、実はあの日本の中でもそこまで対応しているところ。っていうのはどこもないっていうのが今現状です。基本的には市の事業としては、あの日中は病院があるから病院にも相談できるだろうし、病院の方で対応してもらうってことができるっていう風な考え方を持っています。ですので、私たちは市のあの事業としては夜の19時から朝の7時まで。 の事業としてあとは日中の医療機関にお任せするような形をとっていますオールナイトですね <laughs> 年間2000件ぐらいの電話なので数的には少ないんですけれども例えば緊急性のある重い搬送になるとやっぱりその1件2件がすごく大変だったりすることはあります 基本的には私も医療者として助産師としてすごくお産が大好きであのお産をとって赤ちゃんを見ていればすごく幸せな人だったんですけれども実際にどんどん医師不足っていうところで産婦人科がどんどん閉鎖されてきた中で何か自分でできることはないだろうかっていうところをずっといろいろ考えてやっぱりその中であの一助産師のやることは非力。 でじゃあ皆さんどうするのかって言ったらじゃあ国の政策が悪いんだとか市の対応が悪いんだとかっていうふうな話が出てくるとは思うんですけれども結局はあの人のせいにしても何も始まらないその中でじゃあ何をしていけばいいのかなって言ったところでじゃあっていうことでいろいろ私も動いたりはしたんですよね。人のせいにするよりも自分で一つでもアクションを起こしていこうと思ってあの会社を設立しました。 女性であることで女性であるっていうこととあとはこういう事業ってあればいいよねって言った時にみんなはまともに相手をしてくれないそれこそそんなのがお金になるとは思えないとかやっぱり女性だったらなめられちゃったりするっていうことがすごくありまして最初はやっぱりその中ですごい苦労はしたとは思います。ででもも実際に一つ一つつ基盤を作っていくまたは 理解してくれる人を増やしていくっていうことでどん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 認知が上がってきたところでやっぱりそういうことを言ってる人が動く時もあるんですよねですので社長をやって,てどうかなっていうふうな部分に関してはやはりあの 分かる人分からない人はいると思うので分かってくれる人をいかに大事にあの後ろを見られても恥ずかしくない仕事ができるかっていうところはすごく大事にしてきましたでいつの間にかそうやっていくといろいろたくさんの支援者が出てきて仕事ができる環境にあるでやっぱり仕事をするときに一番大事にしているのは大企業と付き合おうっていうことも思ってないし小さい企業だからっていうことも思っていないあのみんな平等に 人だと思ってて接してるんですよねその中でやっぱりその人たちと仕事をしたら面白いだろうなってすごく夢があるなって目標を高く持ってるなっていったところを優先的に一緒にやっていくような形をストレスのかからない形でやっていくっていうのは今していることなんですけれども、まあ、そういう人たちを選んで一緒に仕事ができるっていうのはやっぱり代表の特権なのかなっていうふうに感じています。 あんんまり大変とと思ったことがないんですよね例えばうっと仕事をする上で14時から朝の7時まで仕事しますよってで私にも2人子供がいるんですよでやっぱり一番下の子は2歳まだまだ母親が必要な世代であったり出張も多いで睡眠時間をどうしてるかって朝の4時まであの仕事をすると帰ってくるのが8時なんですよで8時になったら来るとただ9時ぐらいだったらいろんな会社から電話が来るっていう中でやっぱり 寝れても9時から12時の間の1時間とか30分刻みの睡眠しか取れない。それこそ痛み止めを動けなくなって痛み止めを飲みながら仕事も出たりとかするんですけれども、でも大変って思わないんですよね。なんでなんでですかね。で大変って思うよりは、どっちかと言ったらその一つ一つ。例えば、 仕事が進んでいったとかどういうところが例えば認めてもらえたとかこういうことがうまくいったっていうことがすごく原動力になっていて多分どこの経営者もそうだと思うんですけれども大変だからやっぱり大変だって思う以上に自分が今やってることがすごく楽しかったり大事だったりすると大変っていう言葉はないかなとは思うんですよね。 いや睡眠が取れなくて辛いっていうのは確かにあるけれどもあそれは本当の小さな小さなあの枝葉の部分でやってること自体は大変だと思ったことはないですね。ベトナムの方に対する医療相談 っていうのが今スタートをこれからするような感じになってましてベトナム政府も連携して例えばベトナムにいる日本人が医療に困らないっていう環境を作っていきましょうっていったところで今準備をしていますあとはあの旅行会社例えばね今60代70代にとってまだまだ元気じゃないですかそういう人たちが安心して旅行行ければいいですよねあのどん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 アクティブにいろんなところに行ってそこで倒れた時もサポートができれば <laughs> あの実際に自分がそこで倒れたらどうしようって言って首かから召し下げてるるおじいいちゃんとかいるんとですよ <laughs> そういう部分もあるぐらいなのでやっぱりそこでサポートできるようになったりですよねどん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 そういうアクティブに動ける世代をサポートしていくとか。 あの実際に自分が倒れた時にどういうことをしていかなきゃいけない医療情報医療との病院との連携民間との連携で自治体との連携私たちはその中の歯車の一部になれればいいなっていうことで今一つ一つ進めている段階です。 やっぱりどこにいても医療は病棟で受けられるような環境になってほしいそこに対する心配をしてほしくないっていうのとあとはそのために私たちがどこまでのことができるのかっていうところを広げていきたいでその中で社会に貢献できればなっていうところがあります。 で今本当に大変な位置からのスタートの時に寝ないで苦労してるっていうのは私だけじゃなくてうちのスタッフもそうなんですよね。その人たちが実際に10年後でもやって良かったよねこうなったよねって言えるようなものを私たちのスタッフも。 実際に子どもたちのなかなか会えない時間とかもあるんですけれども子どもたち家族がせあの私の背を見て「あお母さんこんなことしてたんだ」っていうことが恥じないようなことができればいいなっていうことは素直に思います。